鉄砲で撃たれた際に撃ちちゃいますよね。そうですね。そういう危険もあるから、撮影が本当に鉄砲で撃たれなかったら歩ければいいんですか。痛めが重たいんですよ、NHK の甲冑。はい、皆様はですね、この甲冑の制作を通して、どうするか、それから歴史の理解を深めるとともに、この真田十万石祭りをはじめ、地元真っ白の地域振興のために活動していらっしゃるということなんですね。ちょっとじゃあ、一旦ここでようやくなんですけれども、お座り、座れるね。はい、よろしいですか、見てください、どうぞ。はい。なるほど、なるほど、なるほど。苦しくない。お花も一旦手放していただきまして、はい、ちゃんとフルーツとともに後ほどお届けいたしますので、ご安心くださいませ。どうぞおかけください。ほら、だから暑くなるって言ったじゃないですか。だから今日ね、どっちが晴れるかなって言ってたの。私晴れ女なんですよ。両方晴れ女晴れたでしょ。だからね、信行さんとね、小松姫の関係をちょっと表してるみたいな。ないよ。晴れ女がちょっと。もうね、もしかして僕雨にしてやりますよ。なんでしょうか。いや、ずぶ濡れで返さないでください。それぐらいのこと簡単にできる。はい、全然出てきませんよ。司会者不在の上、お二人で舞台をつないでいただきまして、ありがとうございます。初めてやってらっしゃる。そろそろですね、準備が整ったようなんですね。あ、そうです。はい、では本番に参りたいと思います。はい、よろしいでございますか。こんなでも言うのなくて、私も話してるから。確かにこのタイミングがいいですよね。前方判定だったのかな。では、参りますね。まずは、行列の陣立てをご紹介いただきます。では、登場ください。最初的にやっぱりあなたの挨拶だ。開門。あれだろ、俺やろ。何ですか、あの鼻のある。いや、出てきたよ。大門だろ、合格だよ。なんだよ。俺やりたかったよ。大丈夫だよ、トマにはですね、この後もちゃんとあの鼻のある場面をご用意いたしますので、まずですね、行列旗第6号戦記陣金陣太鼓に続き登場いたしますのは、先払い隊の皆様です。はい、マクロ町松葉会の皆さんです。隊長は室賀裕二さんとか従来の皆さんです。こんにちは。これが手作りってことですか。こちらはですね、手作りなのはもちろん甲冑隊の皆様ですね。はい、さあ続きましては真田祭りやりふり保存会によるやりふり隊です。やりふり隊、もうしばらくしますと出ていただきますね。かわいい、ね、小さなお子さんも一緒に見事な甲冑姿ですけれども、かわいい甲冑、かわいい。ちょっと娘に欲しいな。あれ、あのサイズ欲しいな。いや、いかがですか、吉田さんもご覧になって。いや、なんか壮観ですね。これは、あの、後ろの町の皆さんがわーっと願いそうですか、これから。そうですね、あとは一般公募でご参加の方もいらっしゃいます。この後皆さんどこに行くんですか。これで町の中をですね、皆さん練り歩くというスケジュールになっています。こうやって帰ってくるわけですね。そうですね、しばらく、はい、せっかくの、甲冑ですからね。これいいわ。返す返すと、これ晴れてよかったね、これ。いやー、本当にね、朝方まではね、ちょっと雨が降っていましたので、やっぱりお二方がね、いらっしゃってから晴れたみたいですよ。私が来て晴れるってないんですよ、ちょっと。大体雨ですもんね。大体雨、大体雨。そうなんですね。大体晴れるんです。あ、じゃあ今回は吉田洋さんの方が、もしかしたら大体ね、雨が降ったら俺として晴れたら殺されたみたいな感じで、雨男ってのは大体そうなんですよね。でもね、そこはご夫婦のね、こう力ですから、お二人が、そうです、一緒に合わせることがいいと思う。大事です。
終わったんですか、海中行列って。実は見えてきてるんですが、こちらがですね、真田祭りやりふり保存会のやりふり会の皆様です。やりふり頭が水野陽介さん、他20名、そして日本の大熊げやりは重さがおよそ30キロ余り、やりふることによって幅までおよそ2メートルまで開くということなんです。なんか鳴らしちゃって、これこれこれね、すげえ長いよ。お、今度は岡村さん。これね、あのあれなんだよ、すげえ長い。あのあれあれ後ろでさ、あれがやりすぎた。おお、先払い、なんかお金払わなきゃいけないですか。これは先払い会の皆さんだってことですね。マクロ町松葉会の皆さん、会長室賀裕二さん、他10名の皆様だということですね。あの話が、やりを振ることによって幅が2メートルまで開くということなんで、こちらもご注目ください。下に下にね、っていうことなんですね。あ、これはやり、これはやり、これはやり、これが大熊揚げやりになるということなんですね。怖そうな顔をした人がいますよ、これ。クマ取りみたいな。また掘らないですね。これはやりふり。3回、はい、ここでは放たないみたいですね。余計な進化。おっしゃ。おっしゃ。これはやり、これはやりふり。なかなか進まない。これはかかりますよ。この調子でいくんだ。これはちょっとかかりますね。いざよ。真っ黒に焼けてらっしゃる。大泉さんと吉田さん、こういったあの行列というのはご覧になってたことはありますか、これまで。初めてです。いやー、なかなかこう雰囲気がありますよね。さあ続きましては星で登場いたします。真田昌幸の正室山の手殿とその3人の子供たち、源三郎、弁丸、お国です。山の手殿ですね。当時下がったのいいですね。そうです、
はい、その、 あの小さい子と言っていますね。山瀬殿は京の公家の娘で武田信玄の勧めで正行の正室となりました。信行、雪村の聖母にかかる人物ですね。おレトル、おあら信行、あ源太郎は信行、だからあの青い着物の先頭が健太郎、私、お私ああ、やっぱり賢そうだ信行と雪村の聖母にあたる、山の手殿を演じますのは一般公募でご参加、株式会社第一放送企画の宮下美智子様です。大役です。あ、乗ってらっしゃるのか。そうですね、正行と山の手殿の長男として生まれた信行は幼名源三郎と名乗っておりました。幼年期は父正行が武田家に侵入していたため武田家の人質として過ごしています。源三郎役には真田家14代ご当主の長男ゆきとも様が第60回にちなんでのお息子だということです。お、そうなの。はい、今年が初めてのご参加だということなんですね。はい、次男雪村こと信重は永禄10年に生まれました。幼名は伝丸。父正行が真田家家督を継いだために父と共に甲府から岩手城に移り住んだと言われています。演じますのは一般公募でご参加の里見俊君です。そうやってこう、まあ、毎年やってらっしゃるんですね。あ、それからですね、里見俊君とご兄弟の里見真子さん、こちらは、お国を演じるということですね。さあ続きましては見えてきましたのが真田阿波守正行。あ、これお父さん、はい、そうですね、父上生まれての登場ですね。正行は真田幸孝の三男で、長篠の戦いにおいて長男信綱、次男政輝が戦死したため真田家の家督を継ぐことになりました。真田家の存続をかけて戦乱の世を生き抜いた武将でした。起乗いたしますのは、カチューシャの歌、チーン都市交流でのご参加、中野市フレンズ会長、大塚恵三様です。この回は、カチューシャの歌を通じ、松代と都市交流を続けている島根県浜田市、新潟県糸魚川市、長野県中野市の皆様に毎年ご参加いただいています。続いてのご登場は、正行の主、武田信玄晴信と弟天球信重です。おお、武田信玄は甲斐の国の戦国大名で、その勢力は近隣諸国に及びました。率いた騎馬軍団は戦国最強とも言われており、迫力があります、ね、上杉謙信との5度にわたる川中島の戦いはあまりにも有名です。騎乗いたしますのは善光寺法務局次長、音楽院住職の小林純玄様です。そして弟武田信重は有望な武将として知られており、兄信玄の名代として軍団の指揮権を発動し、佐紀州を統制して出陣できる立場にあったようです。第4次川中島の戦いで壮絶な最後を遂げますが、敵信玄でさえもその死を惜しんだと言われています。真田正行は次男にその名をいただき、信重と名付けました。騎乗いたしますのは、長野県信用組合松代支店支店長、原沢敦様。従う友侍は、松代町金融団の皆様です。金融の方たちなんですね。この町の金融団の皆様ですね。忍者来た、忍者するよ、大丈夫。はい、続きましては、いいと丸見えですよ、忍んでないですね、リアカスに届けこの忍者は、はい、お馬さん の, あのお粗相をですね、掃除する忍者隊でございますので、頑張って掃除しております。フォロー。さあ続いてはですね、青年期一族の登場です。この時期、信行兄弟は波乱の人生を送ります。兄信行は武田家の後ろ盾をなくした真田家の存亡をかけて、父正行と共に戦に明け暮れます。北条氏からの手こ丸城奪還、徳川氏との第一次上田合戦で名を挙げます。家康はこの信行の才能を高く評価し、家臣の本田忠勝の娘、稲姫も、あれ信行さんですね、はい、一部の養女として嫁がせました。かっこいい
北条氏盛大の小田原合戦で勲功を立てた信行は小型城主となりました。演じますのは熱燗公募でご参加、有限会社飯島商店飯島正一様です。その少しにはちゃんとシャリがついてる。そして真ん中を割れているのがおでんの性質、小松姫こと稲姫ですね。小松姫、はい、え、あの歩いてるの小松姫。そうですね、今腰の前に行かれた方が小松姫ということなんですね。腰の前歩いてるの小松姫。そうなんです、ね、いよいよあの腰は何なんですか。でしまいましたね。あれ小松姫だったんですか。いやー、徳川四天王の一人ということでね、本多忠勝の長女でありますから、西条の誉れ高く心の強い女性ということなんですね。演じられたのは大阪府からご参加、中島智子さん、一般公募の方ですね。はい、長野県民だけではございません。そのだけは愛されてますね、全国でね。さあ、ここまでですね、一旦吉田さんと大泉さんはお時間ということを決めます。そうなんですか。改めてこの行列、それからこのイベントにご参加されていかがでしょうか。はい、伺いたいんですが、このお祭り非常に面白いですね。ずっと見てられますね、なんかこっちの後出てくるの。本当にどん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 いろんなね、こう入れたちでいろんな役柄の人物が登場しますよね。これ来年からこうわっと出てきてこう踊り始めたらよりいいんじゃないですかね。北海道のあのよさこいソーラー祭りがあるんですけど、それになんか近いものを感じるな。そうすると音楽もかけた方がいい。音楽かかってるじゃないですか。こう踊りやすいような音楽ということですかね。来年から踊ってみたらいかがでしょうか。はい、あの会の方に提案をさせていただきたいと思います。まだ今私もカンカン見るような目で見てる。とんでもない。何言ってたお前みたいな。そんなことは。殺すまでしよう私は。はい、大変失礼いたしました。うん、では、姫の吉田さんにも伺いたいんですが、いかがでしょう。いや、もう本当に街を挙げて真田家を愛していらっしゃるんだなという思いが伝わりましたし、その真田家が守ったこの松城でその思いを皆さんが引き継いでいこうという意思を感じましたので、やっぱ来年の大河ドラマの大きな後押しをいただいたような気分ですね。もう本当に心込めて愛情を持って信行公と小松姫を演じていきたいなと思っております。吉田さん、素敵なコメントをどうもありがとうございました。では俺のコメントに誰も入ってない。最後に、では、どうですか。どうぞ。俺の踊りがいいんじゃないか。最後締めるのは殿ですから。そうです。殿、では最後に一言、内助の方を受けてお願いいたします。殿、立ちますか。ありがとうございます。ありがとう。本当に皆さん、本日は私のスピーチのためにこんだけ多くの方にお集まりいただきまして、ありがとうございます。この歴史あります。もう60回ね、はい、聞いておりますけども、この歴史あります田中千葉国祭りに参加できまして大変嬉しく思っております。本当に責任のある役を1年間来年は演じさせていただきます。すごく楽しみで、撮影も始まっておりまして、大河ドラマ真田丸でございますけど、本当に三谷幸喜さんが書かれている脚本が大変面白くてですね、すごくこう愛にあふれたお話ではありますけども、三谷さんらしいコミカルなところもたくさんございまして、また今までとは違う真田信彦のキャラクターが出せるのではないかなというふうに思っております。まだ台本上は小松姫が出てきてないんですよね。はい、まだ出てない。来年、今年年末か来年ぐらい共演できるのかなっていうところでございましょうかね。はい、楽しみにしております。すごく夫婦愛も全く仲が良かった夫婦だと聞いておりますので、本当の私とダブル療養でですね、気持ちにその愛を振りまいていければというふうに思っております。また2人で町所に来れたらいいですね。そうですね。もうぜひお越しください。ありがとうございます。皆さんが盛り上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは大河ドラマ真田丸で信行を演じる大泉洋さん、そして小松姫を演じる吉田洋さんでした。皆様もう一度拍手を送ってください。ありがとうございました。大泉洋さん、そして吉田洋さんでした。どうもありがとうございました。
ここからの進行は大楽亭教師さんに交代いたします。皆様どうもありがとうございました。はい、それではここで進行交代いたしますが、皆さん帰っちゃダメですよ、まだまだ半分続きあるんですから。大事な人たち出てきますからね、どうぞこれからの行列もお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、次の準備はできておりますでしょうか。続いて登場いたします、雪村、真田幸村こと源次郎大重は大変多難な人生を送ります。真田家が上杉氏に帰属すると謙信のもと人質として、過ごし、秀吉の時代になると真田家は秀吉に帰属しますので、この時信繁は豊臣氏に人質として送られてしまいました。この時の縁が元で後に大谷行部義経の娘を正式に迎えて、天正18年の8月小田原征伐の折に足とともに従軍、武徳3年地獄の家左衛門の助に上任され豊臣氏を貸し立てました。真田源次郎、でございます。演じますのは一般公募で参加の飯島源次郎様でございます。飯島源次郎様は本名でいらっしゃいますので、おばさんがだいぶ暴れておりますので、通路の方お気をつけいただきたいと思います。さあ、続いて登場いたしますのは信行の牛毛の姉、浦松殿でございます。真田正幸の長女、武田家の家臣、小山田重政に嫁ぎました。正幸より伊坂田君村松の所領を与えられ、そこに住んでいたため村松殿と呼ばれました。演じますのは一般公募で大阪府から大阪府からご参加の石森良子様でございます。素敵なお姫様でございますね。その後ろ、そして登場いたしますのは信行の子、万姫、正姫の姉妹と信繁の正室、竹林院とその子供、青梅姫、あぐり姫でございます。信行と小松殿の娘、長女の万姫は島原藩初代藩主、郡貴方さん、次女正姫は飯山藩主、佐久間勝宗に嫁ぎました。演じましては一般候補でご参加、万姫、小山いろはさん、朝姫、林さやかさんでございます。また信繁の正室竹林院は大谷義嗣の娘で、真田紐の考案者でもあります。晩年は宇都宮と京都で暮らしました。演じましては一般候補で新潟県からご参加の井出和夫様でございます。信繁と竹林の間の子供、あぐり姫を演じました一般参加で公募の宮沢かなさん、それから青梅姫を演じますのは塩尻市から参加の堀之目芽衣香さんでございます。この星はですね、幸せの星と呼ばれておりましてね、この星に乗って、おりますので、ラッキーなことが起こるというんでね、そういう報告がございますので、いいことがあるといいですね。さあ、これからはいよいよ少年期の信行、信繁、雪村の登場でございます。最初に登場いたしますのは、二人に大きく関わった戦国大名、徳川家康と徳川家四天王の一人、本多忠勝の登場でございます。徳川家康は第二家康戦以来、真田家とたびたび関わりがありました。信行の才能を高く評価し、チームに取り込むため本多忠勝の娘、大姫を、自分の養女として信行に譲らせました。徳川家康を演じますのは、長野市長加藤久夫様でございます。市長様、今年はもう健康にご会長、大変大成功おめでとうございました。来年は、真田丸でございます。長野市上田松城、よろしくお願いをいたします。盛り上げていきたいと思います。よろしくどうぞお願いをいたします。さあ、続きましては、本多忠勝でございます。本多平八郎忠勝と申します。徳川四天王の一人で、五十毛さんにおいて大変抜きんでておりました。関ヶ原の戦いの後、信行の父と弟の除名嘆願が聞き入れられたのも忠勝の父という方と呼ばれております。使用いたしました長野商工会委員長と田村正弘様、従いますとお侍は株式会社ステッチの皆様でございます。はい、大筒も一緒にね、通っております。本多忠勝、家康に過ぎたるものが2つあり、唐の兜と本多平八と呼ばれました名称でございます。でも、スーちゃんが行ったけど、スーちゃん行かないね。
大卒話されましたですけどね、またどっか町内でもこれ話すんですか、これ話すんですね、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。さあ、いよいよ松代藩初代藩主真田信彦の登場でございます。大阪人の味上田藩より松代藩に加藤移住されました。平野の岡崎加藤を譲り一旦は隠居しましたが、同門者が救世したため遺体の糸道が三代藩主となり、そのために信行が復帰して藩政を取り仕切りました。また幕内でも品物主義として仕事をされる存在でした。起乗いたしますのは真田家14代当主真田井様でございます。大学で通信の研究をされているところでございます。学者でございます。ゆくゆくはノーベル賞も取っていただきたいと思っております。のべきが入って登場しますが、正式の小松園でございます。関原の戦いの後、黒山の出場のべき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 ね、大変にあの萌えキャラでございましてね、小松姫歴史的には人気がございます。起用いたしますのは一般候補でご参加の坂田萌香様でございます。森、萌香様でございますね。はい、小松姫はですね、もうあの人気がありますんで、あのキャラクターになってまして、あの松代の町の随所随所でね、小松姫の人形を売っておりますんでね、どうぞ観光でいらっしゃる方はお買い求めいただければと思います。さあ、続きましては真田幸村の名で広く知られております真田左衛門佐信繁でございます。工藤山地区の地大阪方の将兵に応じ上田にいた旧臣たちとともに大阪城に入城いたします。大阪の冬の神社は大阪城三の丸南側に真田丸と呼ばれる激郎君に名前を大いに苦しめたわけでございます。はい、今隠してまいりました。真田幸村というふうに言っておりますが、これはあの亡くなってから言われた名前なんだそうでございましてね、生前は信繁というふうに呼ばれておりました。起乗いたしますのは一般公募でご参加の株式会社第一放送企画代表取締役社長宮下光恵様でございます。従う箱内甲冑隊は一般公募の皆様でございます。はい、続いて、登場いたしますのは松代藩文部学校武道会の皆様でございます。先ほど二の丸で行われました出陣イベントにおきまして見事な演舞をご披露いただきました。大変かっこいい演舞でございましたのでね、ぜひ皆様ね、一度ね、見ていただきたいと思いますよ。はい、はい、続きまして登場いたしますのは戦国武将憧れ隊の皆様でございます。総隊にご参加の皆様、歴史好きの皆様で衣装持ち前で参加してくださいました。皆様ご紹介いたします。愛知県からお越しの久保利也様、埼玉県からお越しの秋池直文様、峰博文様、岩瀬凪穂様、米沢祐樹様、神奈川県からお越しの富山愛子様、綾子様、佐野祐樹様、福岡県からお越しの野村秀夫様、赤井義雄様、山梨県からお越しの大岩直樹様、福島からお越しの水井雄一様、森山康一郎様でございます。はい、お気取りの声を上げていきました。どうぞ、一旦ここでね、ポーズを作ってですね、アピールしていただきたいと思います。何気にまた、お掃除隊の忍者が通っておりました。以上、行列を紹介してまいりました。沢田十万の行列はこれから町内を練り歩きますので、どうぞ引き続きお楽しみいただきたいと思います。ご案内、後半のご案内は開発していきましてございました。どうも皆さんありがとうございました。Thank you.
ああ。